養子だと。私はずっと人質だと思っていた。探せだと？私は犬ではない。皆が狼犬と呼ぶから犬扱いするのか。ではどうして馬の首を切ったのです？人質になるのはお嫌なはず。これは王子様にとって好機です。決して逃してはなりません。見てください。陛下がご覧になった夢を解いたおかげでサチョンコンボンになれたのですよ。そのような計略には釣られんぞ。もうそなたの話を喜ぶ子供ではないのだ。そそのかそうとするな。うん。チョンユン様がお望みなのです。誰にて暗殺が実行されるという知らせが入りました。ああ、兄上の身代わりになれと。それで見返りは何です？資格を捕らえたなら望みはすべて聞き入れてやる。孫悪で暮らしたいのです。そうだな。連絡がないので真珠に使いを出そうと思っていました。冷たすぎますわ。こうして来たから許せ。都では我が家でお過ごしに。真珠のお話が聞きたいのです。そうしろ。皇宮よりは気楽であろう。ウク、無理するな。そうは人より獣の言葉の方がよく通じるそうだ。ああ、道理で。兄上の話はよくわかる。誰だ？私？誰って私は。ヘスです。私はヘス。名前なんか聞いてない。王子を殴っていたから身分を聞いた。謝ってと言ってるのになぜ身分の話が出るのよ。ヌヒだったら謝らないつもり？まったくふざけた世界だわ。なんだ、どうしても謝ってほしいのか？ええ、あなただけじゃなく、さっきの小さい王子、彼にも絶対謝ってもらう。身分が高い人ほど公明正大でなきゃ。でしょ？わかった。だがな、私から謝罪を受けたら。お前の命はない。それでも構わぬか？ならば私が謝罪を。ミョンさん！私をお探しで、こっちへ。さあ行きましょう。話はあっちで。行きましょう。さあさあ。ヘスか。